高移動度群とは染色体タンパク質のグループの一つである。転写、DNA 複製、DNA 組み換え、DNA 修復などの DNA 依存の生化学プロセスの調節に関与する。もともと哺乳類細胞から単備されたタンパク質であり、ポリアクリルアミドギル電気営動での移動度にちなんで命名された。HMG タンパク質は様々な人疾患において、 重要な役割を果たすと考えられている。HMG タンパク質の一部を高度する遺伝子の破壊と再構成は一般的な量性腫瘍と関連している。HMG タンパク質に対する抗体は自己免疫疾患の患者で見出される。モイ1などの高移動度群タンパク質は結合、屈曲、ループにより DNA の立体構造を変化させる。 HMG ボックス DNA 結合タンパク質は結合時に DNA の柔軟性を高める。HMG タンパク質はそれぞれ特徴的な機能ドメインを持つ3つのスーパーファミリーに分類される。これら3つの機能配列のいずれかを含むタンパク質は HMG モチーフタンパク質と呼ばれる。AT フックドメインを持つグループ。高移動ド群ボックスを持つグループ。 HMG ボックスとは DNA との結合に関与するタンパク質ドメインの一種である。様々な真核生物に見られる。HMG ファミリーのタンパク質である HMGB1 の一種はケモカインとして細胞外活性を示し、感染した肝臓へ高中級及びタンク炎症細胞を誘引することが分かっている。HMG ボックスの構造的特徴として、 それぞれループで繋がれた3つのアルファヘリックスが含まれている。HMG ボックスは高い神話性でヒビー型 DNA のねじれたまたは巻き戻された立体構造にのみ結合する。HMG ボックスドメインは高移動度群タンパク質に見られる。HMG ボックスを1個または2個持つ高移動度群タンパク質は結合時に屈曲を誘導することにより DNA の 立体構造を変更させる。ヌクレオソーム結合ドメインを持つグループ。ありがとうございます。